はい、どうもこんにちは、そこになるです。はい、そこになる料理部と題しまして3人がね、なんで俺らが料理するのそもそもの話楽器を置いて包丁を持ったという、包丁を持つバンドマンたちを今回はお送りしたいと思っております。まず第1種目オムライス、そしてですね、第2品目がパスタですね。パスタはまあ各々の思うパスタ、最後に、チャーハンですね、はい、全部各々思う感じ、はい、一人ずつ料理作って、最後ね、3人で実食して誰が一番美味しいかをちょっと選手権させていただきたいと思っております。美味しかった人にジョジョらへんでも怒るやっぱ気合入ってたな、それさらに美味しい。結構出費痛いそれは気合入ろう負けられへん。この食材たちを使って作っていきますので、ちょん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 ちょっとチャッチンよなちょっと見栄え的にね、まあまあまあ結構勝ったつもりやったからな、まあまあこれでね、誰が一番美味しいか決めていきますんで、はい、では行ってまいりましょう。ならへんな、誰もならへん。今回買ってきた材料がこちらです。野菜、ベーコン、ウインナー、ツナ、チーズ、卵、調味料、砂糖のご飯、パスタなどです。さてこの子たちはどうなってしまうのでしょうか。では調理スタート。はい、じゃあまず第一種目目、オムライスからね。オムライス、はい、ほんまにできるそもそも作り方ちょっと怪しいもん。まず料理する普段。いやー、最近全然自炊してないくて、ちょっと不安ではありますよね。おしぐら料理する私、料理、実際そんなせえへんけど、高校生の時、料理部やって、え高校に聞いてない、聞いてない、ずるい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 料理部を作った創始者いや、聞いてない、聞いてない卒業して、クッキングボスやん。何年も経ってやばいやばいやばい、あるらしい。ハンデ儲けようじゃん。ハンデ儲けよう。料理せえへんか。一応元料理部っていう。どんなオムライスを作るんですか。あ、僕はもうすごくシンプルな、まあケチャップの効いたケチャップの効いた、チキンライス、うまめのオムライス、ね、作っていきたいと思います。あ、チキン今日なくない。あ、チキンベーコンライスをねはいはいはい、はい、作っていきます。はい、はい、私は大学生の時に学校にカフェみたいなのがあって、そこにあったツナマヨオムライスっていうのがめっちゃ好きやって。あ、なるほど。それをね、再現できたら、うろ覚えて、やっぱ言うことがクッキングボスっぽい。ちょっと創始者感あるの。脳にある味を再現するっていう再現するね再現は、その発想がやっぱ料理できる人の感覚やわ。素人言われる、いや、なんか、俺はだってもう味濃いもんを入れて混ぜるしかできんから。まあまあまあ、男のちょっとオムライス。まあね、差が出ていいんじゃないでしょうか。はい。まあ、頑張ります。はい。じゃあ、参ります。どうすんだ。よーい、スタートー。お。タイムアタックみたいな感じ。いや、全然そういう感じ。でも、食材は、わりかし早いもん勝ちやな、多分。あ、人参切れる？まずピーラーでね、人参をちょっとガシガシと、僕チキンライスは人参あった方がいいと思ってる感じで、あった方が美味しいですよね。そうかな。え？マジ？全員で藤原はオニオン、藤原オニオン。お、お、手慣れてる感じする。お、ごついね。お、いやいやいや、男の料理なんでそんなもんでしょ。わかった。僕ちょっと待って、これちょっと必殺技使わせてください。僕。あ、出た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 。あ、出た。グルメスパイザーや。え、違う。詳しくはテレビを参照。ブンブンチョッパー。ブンブンチョッパー。ブンブンチョッパーです、これ。これ僕の私物なんですけど。これね、それほんまにいけるん、はい、ずるないこれ、料理動画ですよ。それずるない、ね、切る工程結構大事よ。まあ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 、まあ、これで、これを入れまして、ちょっと待って、はい、え、ちょ
私も人参使いたいな、後で。あっていうか、全部言ってもうてるやん。そう、全部言ってもうてるやん。やばいやばい、全部言ってもうてるやん。っていうか、オムライスでさ、人参一本使わんくない？こんな使わない。あ、使わへんな。うん、え、じゃあ、向こうや。ほんなん、ある程度。開けます、ちょっと。でっかいの。チャーハンでも使うやん。多分使うわ。うん。危ない危ない。開始早々怒られるっていう。この辺一緒に食べたじゃん。うん。行きますよ。いただきます。すごくないですか？うん。あ。もうちょっと細かいっすよね。めっちゃ細かい。はい。運転側に藤原が切れたかな。あんまいい証拠ない。もう一人。えか。男の。なんか料理対決は俺口出ししかしてへんおお、料理できそうな感じしたで今。そうできそうっす。感じしたで今。いい感じです。藤原の切るどこどこでもちょっともらえますね。全部使わないですよ。うん、それ全部使ったらババやで。めっちゃ怒るかもしれない。お借りしますよ、うん、返してよ。はい。全然切れるんやな普通に。うん、切りやすいですこの包丁。え、そっちじゃなくて。ああ、スキル。あ、スキルね。スキル。あの昔、うん、あのお好み焼きやればでしょって。ああ。結構なんかバリバリ仕込みしてた。ああ。私は。佐藤のご飯です。この炊かずに佐藤のご飯なのは許してください。時短時短。いや、性格出てますね、ほんまに。性格出てますね、ほんまに。もう、これと、これよ。藤原も今からご飯ゾーン。ご飯。ついでに、ついでに、ちょっともチンしてもらおう。お、来た来た。お、すごい。あ、一緒にチンしますか。いける。どう言って、いけるの？いけると思うんですよ。俺と藤原は多分書かれてる通りにしかやらへんこの点線までフィルムを剥がすの。点線超えただけでちょっとなんかあーってなる。じゃあ2個いっぺんにやっていて書いてへんのな。じゃああかんな。そういうとこだ。これ電源入ってんの？手慣れてる音がする。手慣れてる。でも全然あかんわ。これこの後俺一人でやんの結構なんていうかプレッシャー感じるな。あ、そうか。使い方分からない。ヘルシオがいいレンジすぎて使い方が分からない。レンジボタン押さなあかんじゃん。レンジボタン、あ、レンジ押したら生ワットが出るやろ。どれ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 。あ、これか。うん、600ワット2分。何から使わない。いいレンジすぎる。オーブンも金取るやろこれ多分。すごい。ヘルシオで佐藤のご飯温めるのなんか面白い。油低っすよね最初。うん、油はな、大きければ多いほどいい。残り10秒ですやと。レンジやな、ほんま。優しい。すごい。なんや、録音したやつ流したみたいなチンの音すんな。はい、これ持ってってあげましょう。ほれほれ。ほれほれ。熱い、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 熱い。混ぜたわ今、さっき。うん、米とこれ混ぜたよ。混ぜる。え、さっき炒めこれ。あ、うん、なんで俺料理できへんねん。全然温まってない。全然な、温度が足りん感じすんな。まあ、男は黙って200度ってことか。うん、男は黙ってマックスや。マックスや。マックス、とりあえずマキシマムやな。とりあえずマキシマム。跳ね取る跳ね取る。あれ、あれ？男は黙ってマックスじゃない？マックスマックス。黙ってます。これで激うまのケチャップライス作ってケチャップライスちゃうわ。これ俺勝てんじゃん。これ俺やばい。勝てる気にするな。バレ始めてる。やめてるね。
やばい、舐めてるね、来たね。クッキングボスも舐めてるね、来たね。料理を舐めんなよと。見た目じゃないんだよね、料理は。真心と味やから。いや、味や。なんか言うてるね、なんか言うてるわ。大丈夫かな。もういいやつすぎて怖いわ、うん、お話ってボタンあんねんけど、なんなん、怖。お話してください。お話、いやいやいや、俺撮らなあかんやろ、動画。ていうか、その定点ではこれは撮れてへんから、俺はこれ映し続けな。忘れとった。これ男の適量で、はい、男の適量は多ければ多いほど、多いほど、多い。あ、でもなんかどうすか、いきそう、うん、いい感じちゃうか、割と。ああ、いい匂いしてきた、うん。え、普通に美味しそうだけどな、ここ。いい匂いしてる、うん。え、なんか入れるって言うか。え、なんか入れるって言うか。いや、いいでしょう、男はもう黙ってケチャップだけ、味付けは。それだけで十分よ。ケチャップしか調味料入ってない。一番うまい、それが。塩コショウ忘れてた。そう、下味付けへんなと思ってて。待って、もう一回程度に塩コショウだけ入れる。これもう勝てんちゃう、これ、もしかして。あ、出た。男は、うん、素朴な味が好きなんで、結局シンプルイズベスト。まあ、それはそうかも。バターを油にすると、まあ、絶対美味しい、この方が。バターは多ければ多いほど美味しい。そう。遅い。立ててる音がもう違う。こっちもいいかな。あ、でかでかすぎるな。まあ、どっちでもいいんだよ。もう玉ねぎ、玉ねぎ何作るんやっけ。オムライスか。オムライス。まあ、何かで、まあ、何かお前一個一個成長。ちょっと待ってくれ。お、見えてきたぞ。見えてきた、見えてきた、ゴール見えてきた、ゴール見えてきたっす。つい卵やな。そうっすね。見ててください、これ。こいつを、はい、はい、お、えい、どうっすか。いい、どう、お、ぽいぽい、いや、いいやん、ぽいぽいぽい、いいんじゃないでしょうか。いいやん。はいはいはい、あ、めっちゃいい匂いしてますよ、これ。いい匂いしてますよ、うん、そして、そして、そして混ぜる、混ぜる。シャカシャカ動くね、君は。シャカ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 動くね、君は。シャカ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 、ご飯入ります。真逆やな、二人、ほんま。シャカシャカ動くね、君は。料理部で何を作っていたの。ケーキとか、ケーキとか。あ、そっちやろ。白玉とかカレー。お菓子やん。お菓子でレシピの鬼やもんな。ん、レシピ通りにやらんとあかんか、うん、確かに。なんかちょっとええか思って無視したら大変なんだね。目分量やから今日は、うん、いくねー。でもそんなもんか、うん、多分ね、多分、全ては多分ね。いくねー、いくねー、いくねー。俺は知ってるで、二人ともまだ味見をしていないと。
お、はい、これなるほどね。これあの秘密液なんで、うん、なるほどね。秘密です。これはまあ美味しいわ。あ、卵上手そう、うん、半熟系でいくんね。半熟系男子。ご飯は男の感じだったけど卵は卵やっぱ、ね、女子って感じだ、はい、やっぱ最終やっぱ優しく包んであげないと何事においても何事でもそうですから、うん、包んであげる優しさが大事だと。優しさが男子もいる、うん、そうそう間違いないですね。それいいですね。それいいですよね。それ美味しそうやわ、はい、これほんで、あ、これあれやっちゃうんで、え、できるの、あれ、あの今初めてやります。おお、いくね。パカッといく系のあれね。お、あ、取れへん取れへん。まあまあいいんじゃないでしょうかね。負けちゃいましょう。負けちゃいましょう。あ、こんかな。あ、いいよ。おお。いいよいいよ。おいしそうおいしそう。いやいいや。あ、上出来ですね。はい。はい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 。まあ、おいしそう。おいしそうでしょう。はい。僕これほぼ完成です。うん、怖い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 、サイコパスや、サイコパスマイルや。はい、一足先に斎藤オムライス完成しました。名付けて、名付けてタレマヨオムライス。タレマヨ、はい、お疲れ様です。よし、あの私斎藤のオムライスが完成しましたので、だから藤原美咲に続き、鈴木重工も、追ってオムライスチャレンジ挑戦していきます、はい、今ちょっと醤油入れた、うん、なるほど。ケチャップライスじゃないね。あ、そっか、ツナマヨオムライスもんね。そうそうそう、なるほどね。まあ、和風な感じになると、うん、すごい優しいなこれ自分と比べたらもうもう手つきが全然運命の差があるよ。お、やってまいりました。鈴木重工、野菜から切るんよね、これはね。猫の手、猫の手、はい、ほう、おー、怒られへんかな、世の中の主婦に。猫の手まあ大丈夫ですかね、怪我せんように。知ってる料理って何か何ですか、料理は。何か料理とは、料理とはスピードや、うん、全然言っちゃ、なるほど、鈴木の料理とはスピード、藤原はファッション、ファッション。一番わけわかんない。僕は料理は真心。あ、一番いいこと言うてる。真心と味。やっぱこの定点カメラから誰もおらんくなった。俺は料理とは複雑さない。いや全然言ってること全然ちゃうやん。スピードちゃうんかい。複雑さやから、うん、まあ、いろんな要素が入り込んだような味をちょっと目指していこう。あ、なるほど、ね、奥深く、そう、何事もそうそう、うん、神はね細部に宿るから。あ、今宿してるん。そう、宿していってる、ってる最中。そう、おお、ニンニクはいるな。おお、なるほどね。何事もニンニクは必要と。そう、うん、ニンニクは料理とは。料理とはニンニク。ガーリック、ガーリック、はい、あかん、スピードが命やスピードが命になったら僕が優勝やん、絶対。あ、なるほどね。いや、僕これ卵2個使ったらよかったな。足りなかったよ、ね、大変だった、うん、でも可愛いから OK。 僕の思う料理とは可愛さ。あれ、みんなどんどん考え変わっていくしそうなんですよ。戦いようなったりしそういうもんですから、人間は。食って、うん、うまかったらええねん。そうそう、そう、それは料理とはやっぱ味なんや。マジか。結局やっぱ味なんやな。おお、マヨネーズ使っていく。マヨネーズを、はいはいはい、卵に入れるといい感じに。むず、ニンニク。よし。いけてた今。よし。で、いけてたかな。ヘタを取るだろ。
パックすりゃいいのに。あ、ボンボンチョッパー使いますか。この一手一手に思いを込めな、うん、なるほど。 それが料理。やっぱ真心だ。料理とは真心。真心は料理。やっぱりそうなんか。やっぱり結局真心に返ってくるんですよね、うん、気持ちやから全部は、うん、さあ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 オムライス始まっていく。さあ僕オムライス早く作りすぎたっすね。まあまあまあ料理とスピードなんだよね。まあ美味しそうやった。美味しそうだね。見てほしいこれ。美味しいか分からん。美味しいかしら。ほら。なんかボリューミーやなめっちゃ。なんでそう見えるんやろ。具が多い？玉ねぎ入ってるからじゃん。ああ。僕なんで玉ねぎ入れてないの。あ、なるほどね。あの縦ちょっと縦形式かな。これも炒めさせていただいて。おどうぞ。ガッツリいっちゃってください。バターいる、うん、いったね、バターえバターのレベルやばい。いや、バターの味めっちゃ使うやん。させよう思ったら好きなんや、普通に。今回にしようかな、俺は。はいはいはい。メインをバターにする、ね、なるほど、なるほど。バターはあるに越したことないんだよな。油を使わず、まあ、バターで油を出していくっていう、そのなるほどね。それも完全にもう高校の特権や。あ、ごま油を使うと、うん、香りをね、出していく。なるほど、うん、香りはね、あればロードイ。香りはあればロードイ。忙しくなってきたぞ、いい感じに。はいはい、具材をドーン入れます。おお、ワイルドだね。ワイルドだろう。ワイルドだろう。塩コショウして下味つけようと。一応切る。男は黙って200度。あ、かけた。焦げるかね。リアリストや。はいはい。はい、もうこっちももうできますね。あ、そう、できる人の卵の入れ方や、それ。あ、マヨ感あるな。ご飯の形がいい感じしてる。うん、めっちゃいい感じ。入れちゃうか。入れちゃって。はい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 。油多くね。油多く。油は別にあればあるほどいいの。美味しい。うん。おお。最後の最後で。おIH でフライ返ししてるねんけど。止まるやん。めちゃくちゃうまそうな匂いする、ね、やっぱニンニクってニンニクやな、ほんまに、ね、うん、絶対入れる、ね、料理とはやっぱニンニクなんかもしれへんな。結論は全てイタリアに詰まってるんや、うん、あ、なるほどね。オリーブオイル、ニンニク、鷹の爪、はいはいはい、塩かな。塩ね。卵いきます。あ、来た。あ、すげえ、箸でいくんや、すごっ。でもこうでいいか。めっちゃうまそう。うわ、うまそう。これは、あ、めちゃめちゃうまそう。これは美味しいんじゃない。それでずるいな。あ、卵の暴力。なんかイカ焼きみたいな。でかい卵になった。これね、大事な。これまあまあずっと炒めてるけど、これ大事なやっぱ。そう、大事。玉ねぎを炒めまくることが大事、うん、なるほどね。多分ご飯チンしました。してない。ちょっとなんか僕のオムライスだんだん顔が悲しくなってくる。いや、なかなか見れないですからね、こういう我々が料理してる風景なんかね。ね、できそうな感じですね。これできそうな感じめちゃめちゃある。そうやろ、うん、なんでやろ。なんでやろ。料理は家ではするんですか。いや、もうどんでよ。多分、うん、炒めれば炒めるほど美味しい。結構、あ、まあまあまあ美味しそうじゃん、うん、もうだいぶいい感じ。あ、飴色の社員強めにちょっといこうか。やっぱあげるんや、ほんと。料理とは火力っすもんね。男のマキシマムやから。料理とはマキシマム。料理とはマキシマム。マキシマム。何事もマックス。見てこの服に跳ねへんようにこの距離感。白やもんな。エプロンが手に入らない。今日ね、エプロンめっちゃ探したんやけど、どこにも売ってなかったね。エプロンってあんな売ってへんねんか。決して我々不衛生ではないので。いい感じですね、これ多分。はい、熱々のご飯をドーン。普通に、うん、
多分チキンライスを作っても、多分なっちゃう。あー、なるほど。あ、ちょっとちょっと、何ですかこれ。いるでしょ。おお、焼肉のタレ絶対だ。うわ、結構どっかり入れるな。ケチャップは使わないですか、ちなみに。ケチャップは使わない。使わんの。衝撃発言やねんけど。半分の2の人使ってる。お前オムライスとは使わないんや。これです。あ、いや、もうソミシャンタンってもチャーハンちゃん、チャーハンなんちゃん、これチャーハンオムライスかもしれない。チャーハン後で作るんですけど、めっちゃ結構入れるな。これ僕の所感ですけど、相当味濃いんちゃうさ。相当味濃い。負けた男飯っていうカテゴリーでは完全に負けた。男飯すぎるやろこれ。で、まだ終わらん。あ、まだ終わらんの。え？いや、いるでしょう。何？いるでしょう。うわー、やっば。味こそ。やばいよ。炒めてる時めっちゃええなと思ったんやけど、なんか急に不安になってきた。めっちゃカオスや。大丈夫かこれ。ちょっと味見しようかな。フェードアウトした。お前はな、ビールいるわ。もうクソ味濃いんやんじゃ。いや、まあ、でもうまいな。うまい、うん、うまい。パワー飯すぎるな。こっちはね、対しましてだいぶヘルシーに見えるな。まためちゃくちゃつこてる。いや、もしかしたら俺よりやばいかも。でも、おかしかったん、バターの入れ方。あー、なるほど。そう、これで。あ、美味しそう。すげえ、ドカ盛りや。こんなもんか。はい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 。はいはいはい、はい。なるほど。そして、はい、マヨネーズ。あ、マヨネーズさらに。おお。おお。おしゃれな食べ物やったんやけどな。かけすぎかな。すげえ、なんかこんなマヨするだけでも洒落てる感じがする、うん、パセリかけたら何でもなんとかなる。 あ、パセリ、ここに高い。美味しそう。はいはいはい、あ、美味しそうです。はいはい、あ、これは完成ですか。あ、完成です。はいはい、これは何オムライスですか。これは大学の時に週7で食べたツナマヨオムライスです。毎日ほんま、ほんまか。ほんまほんま。めっちゃ美味しそう。はい、藤原さん完成しました。完成しました。はーい、チャーハンにしてます。いや、チャーハン、チャーハン後で作るんやって。でもチャーハンにラブしようかな。チャーハンをオムライスにするっていう。あ、なるほどね。チャンスに切り替えてます。だから、うん、まあ、火力で勝負してる。こんななんか差出るんや。オムライス作ろうって言ったらな。すごい、一番差出た。オムライス作ってないし。卵で作れば。いや、まあまあ確かに最終そうやもん。多分俺は、俺の場合は卵がクランブルで入ってるか包んでるかの差で。なるほどね。チャーハン。あ、もう卵入ってんの。いや、入ってない。いや、まだそうだよ。あ、これ包むっすよね、最後。そう、包む。じゃあ、オムライス。あ、鈴木さんも、もう直接スタイル。せやな。オムライス作ったことないけど。うん、まあ、そらそうやねんけど。あー、なるほど、横スタイルね。はいはい。中華風。え？ごま油しんない。しかも中華風なんや、やっぱ。中華風、あ、中華風です。あ、中華風オムライス？うん、今なんか料理はイタリアンって言ってたやん。ブレブレキャラが。よし。卵2つ使ってよかった。でもね。ミスパイザー。詳しくはトリコを参照してください。混ざっていってるね。これギターのストロークと一緒なんですか。これ違うね。違うかった。違う、ね、全然違う、ね、全然違う、うん、料理をなめんねやと。ギターなんかと一緒にすんなよ。なるほど、ギターなんかとそんな、うん、すごい。勝てると思うんだけども。いやいや、まだわからんすよ。厨房の匂いする。
あ、ごま油はね、こんなもんでしょ。こんなもん。嘘やろ。ブレンドまさかの。序盤めっちゃ美味しそうやったんやけど。しかもバターから始まってるし。バターから。ほんまに。あらゆる油を。油を最初バターから始まってるから。パーフェクトオイルや。美味しそう。感じよ。これ味見して火をってさ、卵もさ、塩も砂糖も入れへんから。あ、いいんちゃう。うん、いい感じ。うん、いよいよ。うんうんうん。そのままそうするんするんって。落ちひんこれ以上。頑張れ。あ、あ。そのまま。お、いけいけいけ。おお、ああ、悪くないね。うん、いい感じ。うん。なんかあの寝てる人に太って顔、じゃあそのスタイルじゃん。これやっぱケチャップかけんねや最後。ケチャップ？人の顔しようかなってここ。あ、いいっすね。めっちゃいいやこれ。布団かけてもらってるやん。大事やな。見栄えですかね。見栄え。あ、いいよ。やっぱ卵が布団みたいにいますね。これ顔や。寒かったね言うて。寒かったかな。あったかいでしょ。卵あったかいでしょつって。はい。おお。あ、これ何オムライスですか。お昼寝中です。あ、そうかそうかじゃん。お昼寝中です。寝てらっしゃる。味的には、はい、スーパーアルティメット中華オレ流オレ流オムライス過去お休みスタイル過去お休みスタイルはい、完成しました。左上が斉藤特製のタレマヨオムライス、右上が藤原特製大学生週7で食べたツナマヨオムライス、鈴木重工がスーパーアルティメット中華オレ流お昼寝バージョン。オムライス入ってないじゃん名前に。これやばいやろこれ。完成いたしました。これで食べていって順番に。そうですね、10点満点で精度で S 言ってみましょうか。つけていきましょうか、うん、はい。じゃあまず味薄い方から的に言ったら僕が一番素朴なヘルシーオムライスなんで、これからいきますか。じゃあいただきます。あ、チーズだ。チーズだ。うん、うん、うん、おおおじゃあ、うん、うん、なるほど、美味しいです。なるほどってどういうことですか。いただきますね。あ、じゃあ卵を一緒に食べてください。お腹空いてるからね。確かにお腹空いてたら、うん、美味しいよ。お、美味しい、うん、おお、やった、美味しい。いただきます。お、これ結構評価高めになりました。人参めっちゃ出てる。あ、あのな、人参の食感もあった結構。あ、おお、うん、お、お、お、反応を見るに俺が多分味に関して一番楽いんな。あ、なるほど。何でも美味しいな。お、どうですか。人参の味。名前が生ってこと。いやいや、ちょっと言っとってますよ。人参の味がする。あー、やっぱブンブンチョッパーの強みが出てるんや。はい、なるほど。僕のオムライスはこんな感じでしたから、そうとしては。じゃあ、はい、藤原さんの大学時代週7つ名前オムライス。そういうのお腹空いてるから美味しいかもしれない。うん、めっちゃ美味しそうやな、それ美味しそう、うん。卵の具合とかも、うん、自分でうまい、うまそう、う
うん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 、へぇ、おぉ、うん、あー美味しいね、やっぱいいな、美味しい、美味しい、うまそう、カロリーは高そう。和風のツナマヨとか食べたことないわ、オムライスで。これは大学の味？いや違う、違うの味。いただきます。うまそう、うん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 、これさ、あれ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 、ご飯とマヨネーズの合わせがあんま好きじゃない。そもそも、ああなるほど、お、これはちょっと思わぬ評価やったな。雲行きが、ではいただきます。じゃん、ちゃんと頬張ります。お、いくね。うん、いや、うまい。おお、でも、うまかったな。食べた場所はあれ、いや、うまいわ。何ツナの食べた、ツナ、ツナが美味しいから、うまっ、うまい、うまい、美味しいです。うん、うまい。あ、ツナ食べてなかったから、うんうんうん、あー、うんうん、いや、美味しいです、めっちゃ僕好きやわ、これ前はそんなにいらんかった。ちょっとかけすぎて、結構かけすぎてくれそう。うん、うん、いや、美味しいです。やってきましたね、やばい。もう一回名前聞いていいですか。何だっけな。スーパーアルティメット中華俺流お昼寝バージョン。お休みじゃない。昼寝ない、うん、寝てるもんな。卵すごい美味しい。卵ね、うん、いい焼き方で感じるか、ね、ええ感じの顔はちゃんと残すのに、ね、ケチャップかかってない。うん、おうん、うん、いやでもな、うん、俺は好きだけど、あー、なるほど、なるほど、結構な、うん、連続攻撃みたいな感じ。パパパパって、うんうん、ちょっともう見たらいいですか。じゃあスープは好きか、顔残しておきますね、うん、顔は残してあげて、うん、半熟のところ食べて、うん、うん、うん、絶対ビール。やばい、いやでも連続パンチだ。辛い。でも僕は好きや。ほら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 、僕好きな味だよ、うん、でもオムライスかどうかって言われたら怪しいよね。オムライスかどうかちょっと怪しい。ようこんなん作るな。ビールは最高や、これビールいるわ、うん、これカルラスビール、カルラ、うん、って何が最初、おお。なんか多重攻撃やねんな。いろんな味がすごいわ。もう一口食べていいよ。味っぽ。なんか美味しいかもの時間と、うん、なんかあれの時間が、パンチがすごい、うん、美味しいと思ったもん、次の味が。しかも辛いし、めっちゃ辛い、最後にめっちゃ辛い、めっちゃ辛い最後。あ、難しいな、これは。いや、これむずいわ、難しいな、ぶっちゃけ結構難しい、これ結構僕の中で僅差かもしれない。自分の食べたもんじゃない。もう一回もう一回自分のとか、でもショートちょっと忘れてるから、もう一回味するか分からんけど、今食ったら、今食ったらどうやろう。これチーズね、うん、チーズはこのチーズ効いてるとこ美味しいだ。今ちゃんとオムライス、オムライス、何オムライス。いや、むつ、あー、うん、でも、うん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 、
なんか普通に全部美味しい。うん、うん、確かに。ちょっとすいません。うん、うん、麻薬のような味かもしれない、これは。うわぁ、すごい。すごい味する。うまい。これ結構力作かもしれない。いや、すごい。うん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 、オッケー、点数つけました自分の中で全部。ではサイト特製オムライスの、評価10点満点中、せーの、5点7点です。おお、7点ですか。7点です。え、結構美味しいんちゃうんですか。じゃあ美味しい。ああ、マジか。美味しい、ね、そっか。まあ僕自分が作ったからやけど、まあほんまオムライスやって感じ。オムライス、なんかなんかオムライスって感じ、普通に。あの、実家のオムライス。ああ、なんかやっぱ僕のポリシーは料理は真心じゃない。それやわ、うん、ってことは、うん、17点か。17点、はい、17点、うん、30点まで17点で、まあ上出来でしょ。厳しめ。厳しめやな。いや、だから5点とかだよ。厳しいな。いやいやいや、怖いよ俺ちょっと。いやいや、まあまあまあ。はい、次、藤原特製大学時代週7ツナマヨオムライス10点満点中、せーの、7点8点おお、強っ強っ。8点。いや、美味しい、美味しかった。お、上手でした、うんうん、めっちゃ美味しかった、普通に。マヨがあるから2点減だよ。マヨかけすぎで2点減。なるほど。あ、ほんまやったら10点満点ない。マヨの少ないとことツナを1個一緒に食べたらすごい美味しい。なるほど、めっちゃ普通に食べたことない味だって。確かにな。美味しくいただきました。22点です。22点、うん、強い、うん、強い。はい。最後、はい、しかしや、鈴木と名前覚えてる。名前覚えてる。ちょっと言っていただいていいですか。スーパーアルティメット中華、俺言うお昼寝バージョン。オムライス名前入ってる。スーパーアルティメット中華やな。はい、では10点満点中、せーの、7点。あ、やってるでしょ。甘すぎるよ自分に。10点でしょ、これは。自分に甘っ。23点。分かったよ。えっ、嘘やろ。分かった、嘘やろ。はい、これ1位だ、1位。1位、1位や。2位、2位、3位です。マジかよ。でも僕全然嫌いじゃなかったんですよ、うん、全然嫌いじゃなかった。これを作れるのがほんま敬服する。なんか曲と近いよ。近い、ちょっと発想がめっちゃった。ここになるやんと思った。めっちゃ美味しかった、うん、でもこっちはめっちゃ新鮮な味あって、もうこれに関してはもう暴力、うん、でも嫌いじゃないです。いや、もうほんま家でビールと共に食べたい。食べたいね。そうやな、あてやな、これは。いや、ということで1位はなんと鈴木さんということで。やった。自分にすごい甘い手つけ。いやいや、ちょっと待って待って、ゼロ。これ多分2人のオムライスにも最高得点つけられて俺。あ、そうか、うん、そうか、アベレージが高い。アベレージ高いな、うん、そうそう、厳しすぎやね。5点。だって俺これ前は少なかったら普通に10点やもん、これ。ああ、そうなんだ、うん、5点。5点。まあまあね、まあ、まあまあ第1回なんで、うん、これ次回はチャーハンですか。チャーハンかな。チャーハン俺離脱。そうですね、もうチャーハンやからな。次、斎藤と藤原がチャーハン対決をします。チャーハン対決、はい、お楽しみに。では、そこにありました。